オーストラリアの南に位置するメルボルンは、豊かな自然と都市の魅力が融合した都市です。世界一住みやすい都市ランキングで1位に選ばれたこともあるメルボルンは、治安の良さと多様な観光スポットで知られています。街中には歴史的な建造物が立ち並び、少し足を伸ばせば広大な自然が広がっています。家族連れにも最適なリラックスした雰囲気の場所も多く、カフェやショップ、テーマパークまで楽しめるスポットが豊富です。そこで今回はオーストラリアメルボルンのおすすめ観光スポットをご紹介します。オーストラリアメルボルンから南西に約90km、サーフスポットであるトーキーからアランフォードまで約 260km にわたって続く海岸道路、グレートオーシャンロード、世界で最も美しい海岸道路と言われており、風の吹きつける荒涼とした南極海に面した海岸の崖に沿って蛇行しながら道路が続いています。ビクトリア州立図書館は新古典主義の建築美と膨大な本のコレクションで知られています。訪れる人々は壮大な読書室を散策し、美しいドーム型の天井に感心しながら独特の空間を楽しむことができます。この図書館は知識と歴史の宝庫として多様なギャラリーも構成されており、訪問者に様々な体験を提供します。メルボルンのシンボルといえばフリンダースストリート駅の駅舎です。この歴史ある駅舎は多くの旅行パンフレットで取り上げられ、その前を通るトラムの写真もよく見かけます。ここからメルボルン郊外に向かう電車がたくさん発車しており、交通の要所となっています。フリンダースストリート駅はメルボルンのメインストリートに位置し、重厚感あふれる建物が訪れる人々を圧倒します。メルボルン最古の歴史を誇るロイヤルアーケードは、1869年に開業したおしゃれで優雅なアーケードです。特徴的なタイルの床とガラス張りの天井が魅力で、訪れる人々を魅了します。ロイヤルアーケードには素敵なお店やカフェが並び、常に観光客でにぎわっています。またこのアーケードのもう一つの魅力は、国内で一番長い大きな時計塔です。歴史とモダンが融合するこの場所は、観光客にとって必見のスポットです。クイーン・ビクトリア・マーケットは、新鮮な食材とお土産を求める旅行者にとって楽園のような場所です。ここではオーストラリアならではの雑貨や T シャツ、果物、野菜など様々な商品が手に入ります。特に地元で採れた新鮮な果物や野菜は、その鮮やかな色と甘い香りで訪れる人々を魅了します。またクイーン・ビクトリア・マーケットはお土産選びにも最適です。オーストラリアらしいデザインの T シャツや、現地でしか手に入らない小物、おしゃれなインテリア用品など幅広いニーズに応えます。メルボルンにあるセント・パトリック大聖堂は、オーストラリア最大規模のゴシック建築です。その圧倒的な存在感と灰色の壁が厳かな雰囲気を醸し出しています。内部に足を踏み入れると、ステンドグラスや像が目に入りますが、派手さはなく、謹厳実直という言葉の重みを感じられるでしょう。大聖堂内には祭壇や黄昏時に差し込む光、モザイクの床、真鍮のパーツなど見どころがたくさんあります。その美しさと神聖さから多くの観光客に愛され続けています。全景を撮影するのは難しいかもしれませんが、
詳細な装飾や内部の美しさをじっくりと観察することで、その魅力に引き込まれます。オーストラリア南東沖に位置するフィリップ島は野生動物の楽園として知られています。特に注目を集めているのがペンギンパレードです。体長30センチほどの世界最小サイズの野生ペンギンたちが列になってよちよち歩く姿は非常に可愛らしく、メルボルンでしか見られない観光名物の一つです。ペンギンパレードの鑑賞には予約が必須で、行進は夕方に日が落ちてから始まります。開始時間までフィリップ島ならではのツアーに参加し、島の自然に触れたり生態系に関する知識を深めるのもおすすめです。セントキルダビーチは地元の人々からも人気のビーチです。ビクトリア州の内海側に位置するこのビーチは美しい景観で訪れる人々を魅了します。セントキルダビーチでは海水浴を楽しむだけでなく、パブやカフェ、桟橋、そして遊園地まであり、一日中楽しめるスポットです。天気の良い日には心地よい海風とともにリラックスする時間を過ごせます。ショッピングやカフェ、レストランが豊富で、都会と自然が見事に融合したメルボルンの魅力を感じられるでしょう。メルボルンの中心部にそびえ立つユーレカスカイデッキ88は南半球で最も高い展望台として知られています。地上300メートルの高さからメルボルンの街並みを一望でき、その壮大な景色は訪れる人々を魅了し続けています。特に夜景は一見の価値ありで、街の明かりが星のように輝き、まるで夜空を眺めているかのような感覚になるでしょう。ユーレカスカイデッキ88は一年中営業しており、夏季シーズンは12時から22時まで、冬季シーズンは12時から21時まで開放されています。ただしホリデーシーズンは営業時間が異なるので、訪れる前に確認してみましょう。メルボルン郊外のブライトンビーチはそのカラフルなビーチハウスで知られています。ビーチ沿いに並ぶ色とりどりの小屋は非常に可愛らしく、訪れる人々を楽しませています。メルボルン市内からわずか30分程度でアクセスできるこのスポットは混雑が少なく、ゆったりとした時間を過ごすことができます。ビーチ沿いを散歩しながらカラフルなビーチハウスを眺めるのは至福の時間です。ブライトンビーチのビーチハウスはその鮮やかな色合いと個性的なデザインで訪れる人々を魅了し続けています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。